現在では学校、警察、実業団、町道場など非常に広い範囲の中で老若男女を問わず盛んに行われています。今から1000年ほど前に日本刀が製造されるとともに多くの戦いを経て技術化、組織化し体系づけられて高度化し洗練されながら今日に伝わる剣道の基礎を作りました。今回の実演会のテーマは極みです。使う道具は日本刀から竹刀へ、切る技術から打つ技術へと変わりましたが、日本刀の特性を引き継ぐ技が多く健在しています。本日は我々の祖先が命を落として極めた技の一部をご紹介したいと思います。演技指導は八木沢誠です。はじめに日本刀を用いて剣道の技をご紹介いたします。最初は一本打ちの技です。次に抜き技です。最後にすり上げ技です。はじめは相手の隙を見つけて見極めて仕掛ける技を4種類行います。面、胴、小手面、突きです。次に相手の怒りを見極める出鼻技を行います。出鼻面と出鼻元です。どちらの技が決まっているかを見極めてみてください。となっております。次に相手の技を見極める応じ技を行います。さまざまな対応の仕方で相手を打倒します。まずは抜き技です。次にすり上げ技です。
次は速さを極める稽古法の紹介です。まずは本学剣道部の稽古で行っている応用的な面打ちを介して胴を打つ切り返しです。続いて追い込みです。素早い足さばきと正しい打突姿勢をするための稽古です。はじめに体当たりの追い込みです。次に面打ちの追い込みです。これまで太鼓で合図を申していただきましたのは第14回世界剣道選手権大会女子個人戦第3位全日本女子剣道選手権大会準優勝の本学助教の新里力先生でした。最後に試合を行います。赤のタスキをつけている選手は川崎浩二選手。第58回第60回関東学生剣道優勝大会で優勝、第58回全日本学生剣道優勝大会で本学を準優勝に導いた本学の大将です。対する白野選手は本学剣道部不動の先鋒3年生の菊池博選手です。両者一本一本の引き分けでした。以上で今度の